皆さんこんばんは。コバシャールこと小林正智です。コバシャールアワー悟っていいかも第3木曜日の夜ですね。はい、スピ TV 始めさせていただきます。よろしくお願いします。さすがのコメントいただいております。ありがとうございます。今日はですね、スレンさんが、お出かけ放送どこかしらというふうに書いていただいてるんですけども、今日はいつもの、僕の岐阜の、自宅ではありません。ここはですね、愛知県は長久手市の、ミャクソンという、なんて言うんだろう、株式会社ミャクソンのその敷地なんですけども、はい、今日はここでですね、出張で放送をお届けしたいなと思って来ました。はい。自宅に招いてもよかったんですけども、ぜひこの空気感の中で僕もやりたいなと思ったもんですから、ちょっといろいろ機材を持ち込んでですね、ここからお届けしたいなと思ってですね。で、今日お招きするのは、麻生さんという方なんですけども、僕が前にですね、スピ TV で、オリーブオイルのことをですね、こうちょっと話をした回があったんですね。その時に、お伝えしている内容にもあったのかなと思うんですけども、この麻生さんがこう考えたですね、その究極のフェアトレードみたいな、その社会構造、社会の仕組みみたいなものが、とても僕の中でですね、こう、しっくりきたっていうんですかね、こんな社会が来たらいいよなっていうふうに、思ったんですね。で、当時まだその、まだスタートしたばっかりだったんですけども、それがどんどん形になっていくところを見てたもんですから、ちょっとこれはですね、みんなと一緒にですね、こういった話も分かち合いたいなと思って、今日は、来ました。で、知らない人のためにですね、ちょっとざっと、どんなものなのか、どんな、社会構造の話なのかっていうふうなことをちょっとお伝えしたいかな、しようかなと思うんですけども、これ僕が喋って大丈夫なのかな。要はですね、要はったら変だけど、このオリーブオイルを、今現在取り扱ってらっしゃるんですね。で、これはスペインのですね、マリナレナ、ちょっと名前忘れたんですけど、その、地方で取れた無農薬の本当に素晴らしいオリーブオイルなんですね。で、生産者の方たちは、アフリカ系の移民だったりするもんですから、どうしても、ハードな仕事をですね、固定賃金でやっているというふうな、現状がある中でですね、そういったいいものをですね、市場にこう、どうやって流れてくるかというと、いろんな問屋だとかですね、いろんな業者が入って、もう原価は、500円だとかそれぐらいのものがですね、デパートに並ぶときにはこういったいいものは1万円ぐらいになってしまったりするようなんです。そんなことは、どうしてもね、その生産者も、気づけるし、我々消費者も大変だなというふうなことで、もう一度その辺を簡素化できないかっていうふうなことを、考えられたんですね。で、生産者から、高く買ってですね、それを、安く届けるというふうな、あまり利益が残らないような、そういう仕組みの中でですね、いろんな資本主義社会とかですね、この世界が抱える問題に、着手していこうというふうな思いを持っていらっしゃってですね、その志みたいなものが僕はとてもこう、近くで見ていてですね、こう響いたんですね。で、なかなかこう、いいこと言ってても、実際に、実践するのってなかなか難しいなっていうふうに思ってたんですけども、その、やってることがですね、とても鮮やかで、もう見事にどんどんこう形になっていくんですね。で、それが、これからね、こう作っていきたいなというふうな、世界とマッチするなというふうなことを思いましてですね、今日は、ここまで来ました。いざこうやって話をしようとすると、なかなか難しいもんです。はい。もう読んじゃおうかな。はい。じゃあちょっと、すみません。ちょっといっぱいいっぱいです。汗かいてきました。麻生さん、お願いします。
久しぶりに汗かきましょう。ちょっと一晩暑すぎるかな。大丈夫。はい。もう少し上げとこうか。ちょっと暑すぎるね。薪ストーブは温度調節が難しいですね。うん、すいません、あの、もうちょっと上手に喋れたつもり、喋れるつもりだったんですけど、あの、皆さん、紹介します。ミャクソンのシステムですね、発案者でいらっしゃるアショウさんです。はい。こんばんは、アショウです。はい。一応、坊主なんで、あの、アショウっていう、ちょっと変わった名前ですけど、よろしくお願いします。あの、今冒頭にある程度こう、レナリのいきさつだとかそういったことを、はい、まあ、オリーブオイルのですね、取り扱いにだったいきさつを僕の中で解釈の中で伝えようと思ったんですけど、気がうまく伝えられなくてですね、はい、あの、まあ、これアショさんの口を借りた方がいいなと思いまして、はい、はい、早めに呼んじゃいました。はい、わかりました、はい、あの、そもそも、このオリーブオイルを、まあ、そのこういったビジネスに乗せて取り扱うようになったそのいきさつみたいなものってどんなものですか？私はあの農鉄学院っていう集まりを20年ぐらい前からあのお世話してきたんですけども、農鉄学院の、まあ、農は農業の農に鉄は哲学ですね、農鉄学院っていう、まあ、42名ぐらいの集まりなんですけども、この集まりの目的はあの食べ物と人間の意識とそれから人間の体とこれが密接に関係があるという考え方で、それを育てる、作るね、それで調理するお料理をすると、それでそれを子どもたちに食べさせると、それがどういう影響を与えるかということを、まあ、実践的にあの研究してきた研究している集まりなんです、うん、で、まあ、学生さんもいれば家庭の主婦もいれば、まあ、起業家もいるという、その42名が、まあ、ヨーロッパと日本にバラバラと点在して、で今現在その頂禅という名前でレストランをやったりまたは農園をやったり、まあ、いろんなことをやってるわけですけども、まあ、まあ、そういうことをやっていたわけです。それで3.11 の、 震災の時ですね、あの原発の事故が起きた時に、はい、まあ、疎開してきたその親子ですね、 お母さんと赤ちゃん、まあ、あの5組ぐらいこう預かって、うん、で、まあ、半年ほど一緒に暮らしたんですけど、その時に、まず、味噌汁、それからあのスコットランド非常に海藻がね、おいしくて豊富なところなんですよ。うん、ところが。あ、スコットランドまで疎開してきたんですか？そうそうそう。で、私の農園に今滞在したんですけど、その時に、その海藻、それからオリーブなんですね。うん、これが非常に効果あるということが分かったんですね。うん、で、前々から、まあ、そういう研究もしてましたから、なんですけど、実際にその赤ちゃんたちに食べさせてみると非常に効果がある。ことが分かって、でその中でもとりわけこのオリーブっていうものがいいのは分かったんですが、無農薬のものが少ないんですね、うん、それで無農薬のいいものがないかなと思って、あの探しに行ったのがスペインなんです。スペインが、実はスペインが最大の産地なんですね、オリーブのね。で、まあ、スペインに渡って、で、まあ、4年前ですけど、でそれでこのオリーブ油もっていうものがどういうものかってことは、まあ、そこでいろいろ実地に見たりして、分かったんですけども、問題はね、油の問題なんですね。で、多分、これ見ている方も、ご存知の方も最近は多いと思うんだけど、油の絞り方っていうのは2通りあって、で、1つは単純に砕いてそれを絞る。圧搾法っていうんですけどね。うん、で、もう一つは工業的にこの油を取るために、溶剤抽出法っていう、まあ、溶剤ですね。溶ける抽出法、ね。薬品ですね。薬品ですね。で、これはね、ヘキサンという物質を使うんですけども、これは言うと、ベンジンとかガソリンとかそういう感じのものなんですね。うん、石油製品です。で、これをね、その砕いた原料に混ぜると、
いっぺんに油を全部溶け出すよね、あのその溶剤にね、ヘキサンという溶剤なんですけど、でそれをね、200度ぐらいに熱すると蒸発しますよね。非常に気圧性の高いものですから、ガソリンみたいなものですから、はいはい、気圧。でそれをまたそうすると油残りますよね。でこれはもう原料からほとんど 100% 近く油取っちゃうわけですね。うん、で、まあ、言うと、シンナーでペンキこすれば全部取れるみたいに、もう完全に油分取っちゃうんだよ。で、油はそれで完全に取れる。で、この溶剤はまたこうプールで冷やし、まあ、これは密閉された、循環でいきます、ね。そうそうそう。密閉されたプラントの中でやるんで、溶剤は何回も何回も使えるわけですよね、そのまま。非常に効率はいいんだ、これは。ところがね、この油は、当然化学変化を起こすよね。ですから、オイルも化学変化を起こしちゃいますよ。で、まずこんなの酸化するしね、200度にも熱すれば。でも今は工業的にこれを元に戻すことは簡単にできる。で無味無臭にできるんだよね、これは。で、オリーブの場合も私は製造工程を見ていて、まずね、非常に簡単な方法なんですね、オリーブってのは。非常に油分含んでるんで、これを潰す。砕いて、それで水入れて、で、攪拌するんですね。で、それを遠心分離機にかけると、ジュースが取れる。で、それをタンクに溜めておけば、上に油分が浮いて、これがいわゆるエクストラバージンというものなんです、うん。で、これは非常にいいものなんだけど、絞った絞りかすの中にまだ半分オイルが残ってると。で、これをね、ランパンテ工場っていう、まあ、ランプ用のオイルって意味ですけど、その工場に持ってって、もう一回この、今度は溶剤で抽出するんですね。そうすると残りの油が全部取れると、うん。で、これをね、無味無臭にできるんですね。そうすると、これを混ぜちゃうんですよ。うん、ランプ用じゃないです、ね。ランプ用のオイルをね。で、これはね、蒸発させて無味無臭にすると食べてもいいことになってるんですよ、うん。でもね、私はね、これは食べちゃいかんと思うんだよね。それも工場行ってみればわかりますけど、これはもう本当に、灯油をね、部屋に撒いたような匂いするんですよ、その工場は。とてもこんなもん食べちゃいかんってことはわかるんだけど。製品が匂わないだけなんですね。そうそう、工場は匂わないだけなんですよね。それで、ですから、それ脱臭するわけでしょ、それを。で、それをね、混ぜていいかって話なんだよね。うん、で、それを、ちゃんと絞ったものに混ぜちゃう。そう。混ぜて販売する。そう。でね、これをね、悪いことだと思ってないんだって。うん、それでね、搾油所に、一時搾油所に取りに来るタンクローリーはね、20トンのタンクに15トンしか入れないんだよね。うん、で、5トン開けとくわけ。で、帰りにランパンで工場寄って、あと追加するんだよ。それでね、私それをね、指摘したんだけど、彼らは悪いと思ってない。同じこのオリーブから取ったオイルな、どうしてダメなのと、こういうことだよね。でこれは次々と混ぜていくよね。港で混ぜる。タンカーで混ぜる。タンカーでイタリアまで持ってくと、イタリアのメーカーがまた混ぜると。で、日本に来た時にはね、これはもう天ぷら油が何か訳のわからんものになってるよね。ところが、このオリーブというのは非常に香りも味も強いもんですから、多少混ぜればオリーブオイルとして通用しちゃうんだよね。でね、それを知ったときにね、他の食用油がどういうふうに作られてるかってことも、まあ私、素人なりに勉強したんですね。で、これはもうね、ほとんどがこの今の溶剤抽出法だ。うん、でね、そうじゃなければね、あんな安く油売れないんですよ。だから例えば、1キロなら1キロの大豆をね、買うと。で、まあ、1キロの大豆がいくらになるか。800円か、700円か、うん。それでね、油粉行くと大豆油がね、1リットルの大豆油がと書かれたものをね、やっぱり700、800円で売ってると。これどういうことですか、うん、大豆をね、すりつぶして絞ってごらんなさいよ。そのものコップに1杯しかできないでしょ油、うん。1キロの大豆をね。それがどうして1リットルのね、大豆がね、この同じような値段で売られてるか、おかしいでしょ。これは大豆油じゃないものが混じってるってことでしょ、うん、そもそもね。そうですね。うん。で、大豆をね、すりつぶしてね、ぎゅっと絞る。または菜種をぎゅっと絞ると。
これはね、私の子供時代には本当に貴重なものだったんだ。だから晴れの日ぐらいしか天ぷらしないしね、うん、で天ぷらしたとしてもね、そんなの捨てませんよ、油を。今はね、天ぷら3回4回やるとね、もう捨てないと臭くて食べれないと、うん、それでね、天ぷら揚げてると頭痛くなるでしょ。あれはね、石油ストーブをね、炊いて部屋で炊きすぎて頭痛くなる、同じ症状ですよ、あれは。油が悪いんですね。油が悪いんだ。それでね、これ非常に危険だと思うんだと、私は。で、なぜかというと、今西洋社会での成人病っていうのはほとんど油の問題なんだね、うん、だから上流階級の人たちは絶対食べませんよ、ある安いあのポテトを揚げたものね、あのもの絶対食べませんよ。それとパンにバターや曲がりなんかつけませんよ。で、みんなオリーブオイルよね。で、それも混ぜ物のない、うん、で、混ぜ物のないオイルっていうのは非常に高級品だと思われてるけど、実際西洋社会ではどんなに高くても2000円ですよ。これちょっと、うん、これ500ミリリットル入りなんですね。これうちのオイルですけど、これは1リットル瓶ですね。これ500ミリリットルで2000円出したら2000円以上のものはまずありませんね。うん、ですから、普通1500円ぐらい出せば、まずまずまともなものがある。でも、一般庶民はやっぱり家計の問題があるから、700円、600円のものを使うんですね。うんうん、で、スペインに行ってね、私はスペインはスコットランドやあのロンドンにいる連中よりも痩せてると思ったけど、やっぱお腹がボンと出てるんだよ。で、労働者階級はみんな出てるんだよね、うん、で、上流階級のちょっと金持ち連中は出てないんだよ。これ油のせいです。で、スペインたまりやすい油って。そうです。つまりオリーブオイルなんだけど混ぜてあるんだよ、うん、ランパンでも混ぜてあるんですからね。体がね、そういう化学変化したオイルを出すことができないんだね、どうも。うん、自然の油は取ってきたけども、人体がね、ここ50年や60年の間にそんなものを入れるように体が変化できないんだよ、うん、対応できないんだよ。で、それが脳血栓であるとか心臓麻痺を起こしてるよね、うん、ですからロンドンの街は本当にもう救急車夜通し走ってますよ。で、私はそれが今日本に波及してるなっていう感じるんです、うん、じゃあもうマーガリンだとかショートニングだとかっていうことで言われてるトランス脂肪酸だとかと同じようなんですか。同じようなんですかね。つまりね、油っていうものはそもそも酸化したら毒性を持つよね、うん、で、私がこのオリーブオイルがいいっていうのは、ほとんどの油はこの種の中に入ってるんだね。で、これはこの油が酸化しやすいから種の中に入ってるんですね。カプセルで空気に触れないようにしてるわけですね。で、ちょっと考えてください。この身の中から熱も使わずにね、空気に触れさせずに油を取ることがいかに難しいかちょっと考えてください。うん、これは不可能やね、種の中から。ですから、蒸して、早くすりつぶして、早く絞ったら、もうどん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 酸化していくから、そんな、そういう油をね、この調理台に置いて長く置けるわけがないんだ、うん、で、オリーブオイルだけは違うんですね。種の外側に実があって、その中に油を含むっていう特殊な植物だね、これ。ですから身の部分には油があるんだよね、うん、ですから常にこれ空気に触れるんですよ、薄い皮一枚でね。それでも酸化しないという特徴があるんだ、うん、で、これがいわゆる老化を防ぐ、うん、または体の酸化を防ぐ、で、非常にいいと。まあ、病気のもとは酸化ですからね。ですから、いいと。で、確かにそれはね、いいんです。で、これを海藻と合わせたら本当にいいやね。うん、海藻と一緒に取るということがね、非常にいいんです。ですが、これはあくまでも混ぜ物があったらダメやね。うん。それともう一つはですね、日本ではこのオリーブン高級品としてされてて、調理に使いませんよね。それでいい油だったら高いから、ちょっとパンにつけていただくと。で、これはいいんですが、じゃあ他のおかず、じゃあ野菜炒めする、卵焼きする、それみんな他の油使うと。天ぷらに油たくさん使うと。これじゃ何にもならないんだよ。で、私はこれを調理用にも使えるだけの値段で入れられないかなと考えたのが、これ脈素の方式なんですよ。で、私はこれを、この瓶持って
行くと、あ、こう変な坊主がオイル売りに来たと、ちょっと勘違いされるんだけど、私は何もこのオイルを売りたくてこれやってるわけじゃなくて、これを使わないと体が悪いよと、特に子供だ。で、今、子供さんが昔の子供と違って、もう本当に2、3歳からこの油で揚げたものを食べるやね。うん、で、何ですか、ポテトチップですか、ああいうものを食べるよね。で、これは本当にこの安い油使ったものは良くないよね。で、それをまあ、なんとかしたいと。で、そのためには、1ヶ月の、油のね、油に払うお金が、そんな1本5000円も 1万円も出してね、使って、これ調理用に天ぷらにしなさいって言っても、それは無理ですよ。だけど、酸化しにくいですから、例えばこれを、炒め物でも、それから天ぷらに使っても、捨てる必要がないんだ。で、天ぷらに使っても、後の残りは炒め物にもできるし、第一、天ぷらに何回使っても、嫌な匂いが出ない。換気扇見てみれば分かるけど、絶対汚れない。うん。何があれ、汚れてるかってよく考えてくださいよ。換気扇のにっちゃりしたこの油の汚れがね、これ使ったら絶対つかないんだ。そうなんですか。うん。これはね、石油的なもの。石油的なもの。あれはグリスですよ、言うと。そうなんだ。だから、グリスを掃除するためにみんな頑張ったんですね。そうそう。だから、ね、それぐらいやっぱり、体に付着するもんですから、これはもう、ですからね、まあ、実際のところね、油というものは、何年経った身でも発芽させるぐらいのね、強力な成長力というか、生命力を持ったもんだよ。だから、そんなにたくさん取る必要はないんだよ、実はね。少しいただけばいいもんで。ですから、まあ、そうは言っても、今、油もなかったら寂しいっていうね、そういう食生活になっちゃいましたけども、まあ、それにしても、やっぱり、いいオイルを使わせるように、子供にとっては特に、気をつけてほしいなっていうのが、まあ、私の願いなんですけどね。うん、で、まあ、それで、このミャクソンというシステムを、まあ、考え出したっていうか、思いついたっていうかね。うん、このし、じゃあ、まずこの出会いとしては、オリーブオイルとの出会いがあって、それを、そうです、いい形でこう、日本に届けようっていうふうな。そうですよ。それで ですね、オリーブをね、ソムリエとかいろんな方いらっしゃるよね。それで、これは香りがいいと、この苦味がいいんだとかね。いろんなことをおっしゃるけれども、私は非常に、まあ、一つ残念に思うのはですね、この香りとか味とかグルメとかね、言うけれどもね、その前にね、オリーブというのはどういうものかということをね、少しね、虚心坦懐にこの考えてほしいと思うんだね。で、オリーブというものは、これはそもそも砂漠とかね、岩山のね、非常にね、厳しい環境の中でのね、実をつけるものなんだよね。うん、で、皆さんこの夏場にね、スペインに、まあ、多分イタリアもそうだと思うんだけど、いや、本当に暑いよね。強烈な太陽を照りつけて。水の毛なんて全然ないね。青い草も一本も見えない。そういうところでね、岩にへばりついたね、オリーブがね、たくさん実をならすんだよ。で、これはね、感心するよね。感動しますよ、それ見ると。うん、で、もちろん、このパンフレットにあるようなこのみずみずしいね、実じゃないや。もうシワシワでね。もうこれでもよくこれだけの実をつけるなというぐらいのね、強い生命力を持ってるんだ。で、そういうものなんだよね。そもそも。で、それをですね、これは儲かるからつって平地に植えるようになったね。平地に。で、平地に植えただけじゃなくて、これをキロいくら、トンいくらで売るもんですから、まずこれにね、肥料膜。化学肥料ってものができたからね。で、これをね、トレーラーで、タンク車でね、ザーッと撒くと。そして水を撒くと。すぐ大きくなりますよ、実は。太ってるだけですね。そうそう。で、皆さんこれツヤツヤしてますよ、つってね。まあ、うちのパンフレットも実はその写真載せてるんだけど、あんまりしなびたの載せてもダメやつんで。だけど、これはね、良くないやね。人間で言えば、肥満児みたいな、水ぶくりした状態やね。これに生命力があるかという話だね。
それともう一つはですね、その化学肥料と水をまくことによってオリーブ映えっていう生えですね、これが大量発生するんだ。で今のほとんどの産地でこれが大量映えって生えです、はい、生えです、黒い生えです。あ、でこれがね、身に穴開けちゃうんだね、ですから今度は殺虫剤まくんですよ。だからもう化学肥料まく、水まく、殺虫剤まくと、これをずっと繰り返してるんだ。でね、全然違いますよね。特にバカげた話なんだ。実はね、これやらなくていいんだって、これ。うん、でむしろやらない方がいいんだ。で、急激な、この急峻な、この山岳地帯だけは、これを やれないんだね。やらないというよりも、やれないんだよ。急すぎて。コストがかかります。そんなものね、こんな、背負ってね、こんな巻くようなね、そんな、面積じゃないんだって。オリーブ畑っていうのは。もう飛行機で飛んでも、オリーブ畑なんだから。でね、そこのオイルはね、これは強烈よ、味がね。苦い、辛い、香りが強いね。で、これをですね、半分入れたらもう上等なオイルになる。でもまあ、それはそれとして、値段はそんなに変わらない、うんうん。それでね、私はね、そこのオイルをまあ、どうして売るかということが一つと、まあさっき話したように、コンクールでこの優勝するオイルっていうものがね、無農薬がほとんどない、うん、去年一昨年かな、一昨年のオイルで一回だけ優勝したね、無農薬のオイルは。でね、あとは香りとかいろいろ言うんだよね。で周りの草花の香りを吸い込む、いいですか、オリーブっていう植物を、周りの植物の匂い吸い込むんですよ。ですから、例えば、リンゴの木がそばにあったら、リンゴの香りがするの。バラがあったら、バラの香りがするの。いいですか。農薬撒いたら。そう。そういうことですね、だから、どれだけ吸収力が強いかと、生命力が強いってことは、吸収力が強いんだね。で、そういうものにね、農薬撒いたらどうなるかわかるでしょ？これ、吸い取っちゃうよね。うん、バラの香りを吸うぐらいですから、このまま農薬、化学肥料、成分を吸い込めね。ですから私はこれは、オリーブに関しては特にこれは、無農薬オタクじゃなくて、これは本当に危険だと思うんだって。うん、だからね、オリーブ産業に関わる人がね、なぜこの無農薬に、これは無農薬じゃないといけないっていうことをね、言わないのか不思議、本当に気がつかないのかね。不思議なんだって。うん。これはね、本当に使っちゃいけないね。うん。うん、ですから、オリーブというものはいいんだけど、まず無農薬が条件だね。私はもうこれは第一条件だと思う。うん。空気のきれいなところで、それが育って、悪いものを吸い込んでないっていうのが一番これ肝心なところだね。うん。まあ、で、それがね、ほとんど値段が変わらんというのも馬鹿げた話でしょ。うん。むしろこの身の大きいね、香りのいい、そういうものを探すと。これは危険ですよ、はっきり言ってね。ですから私は、消費者の方々が決めることだと思うな。うん、これ生産者もしょうがないよね。うん、社会のニーズが育ってくれば、そう。ね、生産者も変わっていくとは思うんですね。そう。彼らも、うん、でね、そんなにね、まあ実際問題ね、取引されてるのね、5ユーロ前後なんですよ。1リットルですよ。1リットルが。ですから、これで言えば 2.5 リットルが、あ、違う、500ミリリットルが、あれですよ。これでね、まあ、例えば5ユーロとしたら、これ 2.5 ユーロでしょ。6ユーロとしたって3ユーロですよ、中身がね。うん。3ユーロとしたら、笹川区最中さん、400円ほどですよ。中身は。うん。それで取引されてるんだ、全部。うん。うん、いや、もちろん瓶には入ってませんよ。このタンクから、10トン、20トンって買う場合はね。うん。だけど、それがね、10倍も、20倍もね、すると。これ異常ですよ。そんだけ値段が乗っちゃうってことですね。そうですね。うん、で、それがね、大儲けしてるかっていうとそうじゃないんだって。消費者の要望で好きな時に好きなだけ
いつでも買えると。これは今の現代の消費者の希望だね、うん。そうすると輸入業者はそんなたくさん売れないよね。で、飛行機で入れるでしょ、保管する。で、お店が言われた時には、なデパートから注文があったら持っていく。うん、で、高いデパートでね、壺何百万もするような場所でね、銀座のそういうところで売ると。で、これは当然、1本100円や200円儲けてたんでは、これやっていけませんよ。うん、当然何千円もその上に上乗せすると。で、消費者は高ければ高いほど、あれに余地あると。で、瓶に凝ると。でね、私はね、実際のこと、今ね、プラスチックもね、このプラスチックは絶対油に溶けないってプラスチックなんだね。で、これは EU は今、ものすごく厳しいですから、そういうプラスチックがあって、で、これに入れたんでね。で、これは1リットルなんです。こうやって見ると、2倍入ってるように見えないけど、これ1リットル瓶なんですね。で、私は、これで1リットルの方がね、なぜかちょっとコストが全然違うんですよ。で、中身同じなんだ。で、私はこれにしろって言うんだけど、うちのスタッフもね、いや、日本人はね、そんなこと言ってもね、こんなたくさん買わないしね、これ使え、やっぱり綺麗な瓶に入れて、というからね。で、まあ、これも作ったんですよね。ですから、私はこれを1本買って、あと使うときはこれ買ってもらえばいいなと思って、これは特有瓶で作ったんです。で、これではね、いかにもね、食卓に置くと味気ないんだね。でも、確かにそれもそうやなと思って。ですから、ここにこれをこう入れてね、それで、これで食卓でまあ楽しむと。で、それでですね、瓶がね、遮蔽瓶じゃないと、光を当てると酸化すると。で、確かにね、その傾向はあるんです。で、黒い瓶に全部入ってるんですね。ところが、スペインではね、黒い瓶使わないんだ。あんな日光の強いところでも。で、黒い瓶に入れておかないとすぐ酸化するようなオイルは安物ってことになってる。実は。で、私もね、いや、この透明の瓶だったら色がはっきりわかるしね。あ、いいじゃないかと。で、うちはもう絶対、普通に使っててね、1ヶ月2ヶ月テーブルの上に置いて酸化するなんて、そんな品物じゃないよっていう意味で、いや、これ気持ちいいじゃないかと、これにしようって言って、まあ、これに決めたんですけど、まあ、これは第2回目に輸入したもんでね、第1回目のやつは、ゴールド、レナリゴールド。で、これは、レナリグリーンって言って、これは、早摘みで、ピクワール種っていう、ね、種類でね、最も抗酸化物質が多いんです。ですから、非常に苦くて辛いんです。ところが、大抵の人はこれ飲むと、あ、苦いって言うんだけど、使い慣れてくると、これがないと寂しいんだよ。うちも、僕もです。そうでしょ。それでもう、なんか、サビ抜きの寿司食ってるようで、完熟したね、完熟したオイルはね、甘みがあるんですよ。完熟したオイルはね。で、私は、これの方好きなんだけど、まずね、決定的に違うのは、若いお母さんはね、これの不安になる。なぜかというと、赤ちゃんがね、おむつかぶりするでしょ。でね、おむつかぶりするとね、これちょっと指で塗ってやったらすぐ治るんだ。オリーブオイルを。オリーブオイルを。大概の皮膚の傷やら病気はこれで治っちゃうね。うん。赤血なんかは全然効きません。これは効く。赤血。確かに。赤血も危なそうです、うんうん。まあ、それだけ殺菌効果も多いってことなんだけどね。うん。ですから、ああ、なるほどと。これ、手の荒れる人はね、これこう、そして化粧水代わりにこうやってみれば、その方が効果はっきりわかるんだよね。うん。で、まあ、ぼちぼちみんな使い出してるんですけど、まあ、オイルは、品物については、あれです。最も、抗酸化物質が多いということで。まあ、味はもう、僕どんな味かなかなか説明がしづらいとこですけど、これはね、これがオリーブオイルかっていう、なんか、そうよね、目から鱗のような感じがありますね。私はね、何だったんだろうと思いますね。最もね、オリーブをね、試すときはね、いいお豆腐をね、あれするんですよ。で、塩と豆腐。そう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 。で、豆腐にね、塩ちょっと乗せて、オリーブオイルを垂らすんですね。それで食べてみるとはっきりわかりますね。
まあ、まあ、オリーブの宣伝は。いや、オリーブオイル自体は、はい、まあ、1万人は超えましたよね。はい、株主さんを募集して、はい、一口1000円で、まあ、株主さん、まあ、まあ、本当にですね、こう、生産者から、まあ、とても過酷な労働環境で働かれている方たちだもんですから、その方たちからちょっと高めに買って、それを、余計な、こう、マージンを乗せることなく、こう、僕たちが、株主さんが、安く、まあ、普通にデパートで買うのに比べたら半分とか3分の1ぐらいの価格で、はい、もう高級な本当の無農薬のものが買えるというふうな仕組みを作られているものですから、それは、まあ、下に今日リンクを貼るつもりなんですけども、そこから、会員登録をしていただければ、株主になって、まあ、一応、株券を買っていただくのと、まあ、正の株券なんですけどね、それと、合わせて、オリーブオイルを注文いただければ、買うことができます。まあ、一応、ギスギスしたというか、まあ、ちょっと特殊な業界なので、まあ、一応、その会員さんというかですね、クローズのマーケットで販売していった方がいいんじゃないかということで、株主制度を取っているので、それは後から、まあ、その辺もちょっと説明しますけども、でもそこの、まあ、この、ただ、まあ、大事なことって多分、オリーブオイルを売るというふうなことよりも、オリーブオイルをきっかけにして、どんな社会をこう、まあ、イメージされているのかっていうのが、多分、一番、こう、まあ、僕ら胸が熱くなる部分なんですけど、そういうふうな、まあ、アジョさんの話を聞いて、それで、あ、こうやって、こう、まあ、フェアトレードな社会ですよね。本当に、みんながこう、分かち合えるような社会を作っていくのには、こういったモデルっていうのが、多く、まあ、大きく作用してくるだろうなっていうふうに、もう感化された人間が多分このオリーブオイルをこうみんなでですねこう進めて回ってるんじゃないかなと思うんですけど、その辺のちょっと思いをこう、はい、お伝えいただけたら。はい、ありがとうございます。まずこの脈損のシステムというのは、まずこのなんでこの脈損というのは何だと。見たことのない漢字を使ったりと。で、実はこの脈というのは、中国の古代から伝わる、神獣ですね。神の獣ですね。神獣で脈というのがいるんですけど、これは鉄を食べると言われてるんですね。で、まあ、厳密に言うと、赤土ですね。赤土を食べた動物と言われてるんですが、まあ、人間を外敵から守ってくれる神獣っていうことになってるんですね。で、これはこれでまあ、実際問題として意味があるんですけれども、鉄を食べるっていうことで、現代文明の、害から人間を守ってくれる、くださいという意味で、脈と、名付けたわけです。ですから、会社の名前を脈損と、しました。で、このシステムはですね、株式会社、従来の株式会社と全く同じ、方法で設立されて、資本金が1000万円です。ところが、決定的に違うのは、うちの会社は、一人が一株しか持てないんです。で、これを1万人で持ちましょうというのが、スタートなんです。つまり、資本金1000万円の資本金を、1万株に分けて、で、一つを、1000円とすると。ですから、1000円の株券ということになるわけですね。で、1000円の株券、そんな1000円の株券なんて、実は、これまでなかったんですけど、その1000円の株をですね、いつでも返しますと。不要になったらね。不要になったら、ですから、うちは別に、もうオリーブオイルいらないよっていうのは、1000円買い、株券持ってくれば、1000円返します。ですが、オイルを使って、おられる間だけでは、株主になっていてくださいということなんですね。なぜかというと、うちは株主にしか売らないというシステムを取ったんで、株主にだけ売ると。で、なぜそれをやるかというと、うちとしては、消費、買ってくださる、お客さんというか、消費者というか、そういう立場なしに、
株主としてうちに参加していただいて1万人が一緒に買いましょうということなんでね。つまり共同購入なんです。そうすると1000万人が例えば10本買ってくれれば10万本のオイルは注文されたというふうにこちらは安心して買い取りができるわけですね。それがまず第一の目的ですね。で、何でもそうですよね。一人で何か買うよりも10人、10人よりも100人、100人よりも1000人が注文したもん、それは安くなりますよね。で、1万人が注文したら10万本。10万本っていうのは50トンのタンク1つ分を買っちゃうことになるんです。で、先ほど言いましたように、この搾油所の一番搾りですね。一番搾りのタンクっていうのは50トンなんです。ステンレスの巨大なタンクです。で、それを瓶詰めに直しますと、この500ミリリットル瓶で、10万本になるわけですね。10万本。で、つまり、1万人が注文してくれれば、50トンのタンクを全部買えるわけです。で、最も安く買う方法は、この50トンのタンクを全部買うと。一つがし、タンクがしちゃうと。で、これをね、買って、で、これを瓶詰めしてもらうんですね。これが一番混ざり物のない方法なんです。うん。で、それ以外の方法ですと、必ず混ぜ物され、まあ、こう言っちゃ悪いけど、されちゃうね。で、なぜかと言いますと、この、混ぜるオイルってものは実はサラダ油なんです。無味無臭の。皆さん、今、家庭で使ってるサラダ油なんですよ。で、これは、値段が言ったら全然、本当に安いんだって。なぜかというと、これは、ヤシの実からでも何でも取れるの。そもそもサラダ油は中身何なんですか？わかんない、あれは。わかんない。わかんないんだって。いや、本当にわかんないんだって。だからわかんない。あのね、イタリアではね、アフリカからね、単価でね、どんどんヤシ油を輸入してるんだよね。で、これはね、イタリア人結構口超えてるからね、あれマーガリン作れるよね、あれで。もとも原料安いよね。だけど、そんなにマーガリン食べるわけないんでね。あれはもう混ぜてますよね。ですから、もっと言えばこの溶剤抽出法っていうのは何からでも油取れるんですよ。うん。もうほとんど今まで捨ててたようなもんでも、油菌があればそこから油取っちゃうわけね。ですから、あんなに安いオイルが出回るわってこと自体がね、何で減量するかっていう、もうこっちが聞きたいくらいですよ。いくら安いって言ってもね、いくらこのね、遺伝子組み換えでね、トウモロコシがこの安くなったと言ってもね、そんなに私、安くはできないだろうと思うんだってな。いくらこの溶剤抽出でやったとしてもね。ですから、あらゆる原料からこれ油を取ってると思うんだよね。ですから、なんとなくこう、爽やかな、サラダ油っていう名前がついただけですね。そうですね。ですから、あれはね、本当に問題なんだけど、まあ、オイル産業っていうのはね、巨大な産業でね、これはマスコミもこれ、触らないしね、そこには。たまに科学者、食品科学者で告発する人いるんだけど、まあ、就職が危なくなったりね、職場から追放されたりして、難しいみたいですね。まあ、ですが、これは、子供の健康に関わることですから、私もこれは、発言せんとやっぱり、しょうがないなと思って、まあ言うんですけどね。まあ、そういうシステムって言えばそういうシステムですね。ですから、脈損はそういうことで、一人一株ということでの発想なんです。それでみんなで1万人で買おうということで、このシステムを考えたんですけど、まあ、僕は1万人最初集めるって、まあ、まだ集め出す前ぐらいの話をこう聞いたんですね。由美子さんから聞いたなと思うんですけど、本当に、ね、協力していただいて、いやもう確かね協力はできてないんですけど、1万人いや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 無理じゃないのって思ったんですよ。そんな1万人こんな行きたいなと思ってたんですよ。だけど、行きましたね。どんどんなんか、波に乗ってというか、
で、まずね、これ消費者、つまり株主の立場になってみますと、いつでも返してくれる1000円をまず出資して株主になると。うん、でそれで、しかの半額で、もしくは3分の1でこの流出の売りが手に入ると。本当にこんな、2000円以下で、これは2500円なんだけど、これ1500円ですね。これ3000円ですから。うん、で、500ml はこれ3000円で、1500円で、そんなにいいものかとみんな疑問持つでしょうね。だけど実際食べ比べてみたらはっきりわかるんだって、うん。そうするとね、この損するところがないよね。それと健康の問題考えれば、あ、じゃあこれ株主になってこれ買いましょうって。これはね、話すれば大体気がつくんだよ、うん。ただこれをね、ちゃんと理解できるようにこれを持っていってですね、で、一人株主になってもらうと。すごい手間かかるんだよね。そうですね。うん。思った以上に手間かかる。話せば分かるんだけど、話すまでが大変やね。うん。でね、大概このオイル売りに来たと、なんかマルチじゃないかとかね、いろんなこと言うんだよ。油売りみたいな。油売りみたいな。だけど、まあ話聞いてくれれば、株主になって買ってくれると。で、ところがね、それは手間かかるんだけど、私これやってる間に、これはね、他のものでもね、普及するじゃないかなと思うようになったんですね。っていうのは、例えばお米ですとか、味噌ですとか、醤油ですとか、皆さんいろんなものにおいて、やっぱり、いいものを取らないかなーっていうことを気づいてきてるんですね。うん、で、この訳のわからん病気がどんどん増えてると。まあ、どの子供を見ても、アトピーであったり、喘息であったり、いろんなことがあって、どうもこれは、食べ物が影響してるじゃないかと。やっとみんな気づいてきたよね。で、ところが、方法がないわけですよ。で、一般の家庭で全部これ無農薬のものでね、オーガニックでやりましょうと。これの相当な出費になってね、これはダメだと。と、日常的に使う必需品だけは、こういうシステムを作ったらいいじゃないかと。みんな1万人、10万人集まってね、うんうん、これやりましょうっていうことになると思うんだって。気づいていくと思うんだよね。うん、そうするとね、今度はね、それを生産しているお役所さんも助かるんだよ。で、なぜかというと、今農協から外れて、無農薬の米作るったら、相当な抵抗を受けるよね。うん、で、例えば1丁作ってても、6単から7単しかこの無農薬ができない。周囲のやつはやっぱり、隣が農薬巻くから、これ無農薬にできない。いろんな問題があるんだね。ですけど、消費者がね、1万人、10万人集まってきたら、今度は農薬もね、まかないでと。その村全体が無農薬のお米作りましょうと。で、買い先はもう決まってると。うん、ね。買いでも決まってると。安心して作ります、ね。そうそうそう。農協持っていかないとね、余ったお米は農協持っていかないと。農協持っていくと農薬を買えと言われると。農薬の買い取り価格も随分ちょっと前に下がったんですよね。うんうん。ですからね、これね、このシステムだと、生産者も喜ぶ、うん、消費者も喜ぶ、で、脈層の社員も喜ぶと。みんないいんですよ。うん。で、私はね、これやってるうちに、だんだんね、今の経済っていうシステム、資本主義っていうシステムのね、決定的なね、欠陥と言いますか、それがね、はっきり見えてきてね、私が本当に不審に思うのは、なぜこんなことに気づかないかなっていうことなんです。うん。今この世界の指導者たちがね、この経済戦争とかなんたらかんたら言ってやってるけどね、そもそもこれは資本主義っていうシステムの欠陥じゃないかと私は思うんだよね。で、なぜ私はそれを言う人がいないんか、気がついててもう黙って、保身のために黙っているのかね。そこが。後者が多い気がしますね。うん、よくわかんないよね。で、なぜかと言いますと、資本主義というシステムはね、これ、お金に利息をつけてもいいっていう考え方だよね、一つは。それと、誰がどれだけ持ってもいいと。で、これを資本主義、また自由社会って言ってるんだね。で、これは共産主義のと二分されてましたから、共産主義の国家に対する、まあ、アンチテーゼと言いますか、そういう意味でこれを
銃社会だと言って誇らしげにまあ言ったわけね、うん、でも共産主義っていうのはこあの個人がこの個人的な土地を持つことを認めてないよね。それと無限にこの富を持ってもいいってそれは認めてませんよね。でこれの方がなんか非人間的だと、これはね、自由を縛るもんだと言いますけど、本当に人道的な立場で考えればね、そんな闇雲に一人がこの金持ってもいいかっていう、そういう話でもないよね。まあ、その度合いが、度合いがもう想像を絶する開きがありますからね。それともう一つはですね、人道的立場から言っても、これどうも人道的な考え方といえば共産主義だ、これは。私はっきり言うけど。だけど、共産主義っていうのは、個人の欲望を抑えなあかんわな、うん。そうなってくると。と、これは強権精神になるんだよ、どうしてもね。個人の欲望を抑えつけながら、平等を保つっていうね。そうすると、ここに権力者ができるわけ、うん。で、この権力者が政治ならいいですよ。政治なら。普通の人間だ。で、権力持ったら必ず腐るんだって。うん、で結局、その方が先にダメになっちゃったよね。そうでしょ。ですから、なんか訳のわからんこと言ってるよね。あの共産党、あの、中国の共産党もさ、もう途中で自由なんとかって言って、なんかおかしなことになっちゃってね。まあ資本主義に変わったわけだよ。いろんなこと言うてもね。だけど、私は資本主義もこれは行き詰まったと思うんだ。同じ時に私は行き詰まったと思うんだって。で、なぜかというと、それを端的に表してるのは利息ですよ。ね。肯定部屋、各国の肯定部屋が20年前、25年前か？あの共産主義が崩壊したよね、ソ連が。あの時からずーっと下がってんだよ。うん。つまり中央銀行が貸し出し下がってね、金利がどん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 下がって。ここ数年日本はマイナスじゃないですか。うん。ってのは、もうすでに資本主義の前提であるこのお金に利息をつけてもいいっていう考え方が逆転しちゃったんだよね。でそうしないと保てないっていうね、奇妙な状態になってるよね。うん、もうすでに崩壊してますね。すでに崩壊してんだよ、実はね。でも、今、すでに、このね、資本主義でね、この資本主義を支えてきたものは、資本の自己増殖だね。つまり、働かなくても、金持ってる連中は利息で増えていくってことですよ。簡単に言えばね。株を持ってれば株の配当で増えていくと。これは、労働しないんだから、彼らは。うん。だから、労働しなくても、これお金入ってくると。うん。そういうシステムでしょ。で単純に考えれば必ずより多く持つ者のところに利息っていうのが流れるようになってるよね。そうしたらどうなんですか？これ一点に集中するに決まってるじゃないですか。平等にみんな持って、共産主義じゃないんだから、平等にお金貯金する人いませんよ。必ずたくさん持つ人がいて、そこへ流れていくと。それが今の社会の姿ですよ。で、そうするとですね、株式会社っていうのは株式会社法を見るまでもなくね、株主のものなんだ、これはね、うん。ですから、株主総会の決定には誰も逆らえないってね。で、これを多数決で決めるから民主主義だと、こう言ってるでしょ。よく考えてください。多数決ってね、株一人ずつ持ってるわけじゃないんだよ。そうです、ね。そうでしょ。大株主ってのは必ずいるんだ。ちょっと、どうしても大株主の言うこと聞かなあかんと、こうなるでしょ。で、大株主は何を要求するかって言ったら、必ず株価の上昇と、配当金の上昇、この2つしかないんだ、うん、そうすると今上場されてる会社は全て株主のために奉仕してなかんの。そうしなかったらどんな大会社の社長もクビだ。で彼らのやることは何かって言ったら安く買って高く売ることです。低賃金で働かせて高い収益を上げる。そう、そこに尽きるんだって、うん、合理か合理かって、あれは合理かっていうのは首を切るって意味でしょ、うんうん、で切られなかの嫌だったら安く働けって話でしょ、うん、もう残業代もこれから払われるか怪しい法律になってきますからね。そう、うん、そしてそれをね今100年やってきたんですよ。皆さん100年間これをやってきたんですよ。世界中の会社がどうなんですか。でも社会がおかしくなるのは当たり前でしょ、うん、それおかしくなりましたね。そうでしょ。でも完全におかしくなってるじゃん、うん、そこにね、それはね、自分とはね、直接関わりがないと、ほとんどの方がね、私はこれをね、話してもね、そう思うんだね。でね、気がついてくれるのはね、若いお母さん方なんだ。うん、あ、そうですか。うん。
こうね、私もこう見えてもね、若いお母さん方には結構人気ある。それなぜかと言いますと、若いお母さん方は命を預かってるという自覚があるから敏感なんだって。間違いに敏感なの。食べ物にしても社会的な出来事に対してもね。ですから、これでは、これ、子供の将来が危ういっていうのは、やっぱり動物責任でも感が働くんだね。だから、油の問題にしろ、この社会、経済問題にしろ、理解が早いんです。ですから、旦那さんがね、相当の会社に勤めてる奥さんでも、いやー、いつまで今の会社があるか、私は分からんと思ってると、そう言うんだって。正しいや、これは。うん。でね、本当に滑稽な話なんだけど、今をときめく会社の、人がね、若いエリート幹部だね。で、夫婦で来てもね、私ね、今からこの家建てるんだって言うわけ。で、あなたそんな家なんてやめなって。で、どうしてって言うから。このね、空き家だらけになるよと今、人口問題考えてもね。で、建物っていうのはね、みんな意識持ってるからね。古い家でもね、心込めて作り直せばね、家が喜んで家が助けてくれるよと。で、奥さんなるほどと。でもあんたもうやめましょうと。契約したんだけど、これ、200万ぐらい取られちゃうとか言う。200万ぐらいね、長い人生で見たら、なんかわずかなことでね、そんなことであなた今これでローンいくら組んだら5000万組むってんだ。まあ、給料高いんだろうね。でもね、5000万ローン、30代で5000万ローン組んでね、これ払い続けるんだよ。みんな奴隷じゃないの、これ。そうでしょ？総額で払う額を考えるとちょっと怖いですね。そうでしょ？すごいですね。うん、だからね、そんなバカなことやめてって言ったらね、やめましたよ。うん。ですから、私はそういうことを考えてもね、早くね、これ、皆さんに気づいてほしいよね。うん。で、私は、今のこの、予約層のシステムっていうものはね、どうしても成功させたいんだ。そしてね、若い人がね、これにどん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 参加してね、あ、今これ聞いてる方の中でも、情熱も持ってね、やってくれる方あったら、私の今までのこの経験ってものは全部教えますよ。ですからね、何にでもこれは適用できるんだって。それで、ね、今までにない会社の、ね、事業をね、やってほしい。それでね、経済的にも自立して、やれるんだって。給料はね、取ればいいんだって。十分生活できるだけの給料取ったってね、今の会社の考え方をやめればね、十分やっていけるんだよ。本当に、少しの、この流通経費をね、いただくようにすれば、数がね、半端じゃないから。1万と10万では全然違うでしょ？うん。ですから、オイルはどん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 安くなるし、で質はどんどん上がるし。なぜかと言いますと、私は、この作業所でもね、現場で働いてる人に 10% 手数料、手数料じゃない、賃金上げてって言ってるの。で、10% 上げても、3.5 ユーロで取引した、4ユーロで取引したものはね、4.4 ユーロじゃないですか。本当にわずかなんだって。それでね、この機械を動かしてるのはね、現場の連中なんだから。彼らがね、10% 上げたらね、もうこれ、10% 上げるっていうのは、うちの株主になってるっていう意味ですよ。ほんで、彼らは1000円払ってね、1000円ってことで何ユーロや？1ユーロか、7ユーロか。1ユーロが130、7ユーロでね。7ユーロ払ったら、うちの株主になるんだから。ね。なりますよ、そのもん。1より賃金上がるんだから。うん、そうでしょ？で、この人たちになってと、その代わり、オイルは 10% 高く買うよって私は言ってんだから。ほんで、10% 高く買ってですね、現場の労働者は絶対豆ゼロしませんよ、そんなの。うん、だって、10の給料1割上がったんだからさ、その、大喜びですよ。で、そんなところに混ぜ物したらね、自分らまた下がるか、そんなことやらないじゃないですか。で、これが一番いいんだって。うん。ですからね、私はね、すべてにおいてね、これが一番いいと思うんだって。うん、生産者が心を込めてくれることが一番いいな。うん、
食べ物に関しては特にそうですよ。うん。そしたら自分が食べるもののようにして、オイルも扱ってくれるし、喜びあるしね。うん。わずかなことじゃないですか。うん。0.4 ルっていくらですか ?50 円ですよ。うん。これ皆さん50円高くなって、これまずいものなかったらいいじゃないですか。その方がよっぽど。ね。ですから、そういうことを考えれば、私は今のシステムをね、何にでも応用できると思うんだって。うん。皆さん毎日毎日テレビで、宣伝してる。いろんなね、なんとかの、ジュースとかね、体にいいよとか、緑色の汁とか赤い汁とか、いろいろ言うじゃないですか。だけど、あれを、電波に乗せるだけでいくら金がかかるか、で、その金は全部その売ってるものにかかってるんだってことをね、皆さん忘れてるやね。ほんで、毎日毎日目に入るものがよほどいいもののようにね、考えてるけど、毎日毎日目に入るってことは巨大な宣伝費かけてるんだ。まだ綺麗な人がその健康なものを取ってる姿を見せますからね。うん。ああなれると思いますよね。そう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 。それでそのギャラもみんな払ってんだよ。うん、綺麗なタレントがね、飲むと。プロレスラーがね、筋肉もりもりでその何かの薬飲むと。それのものが全部入ったものを飲んでるわけでしょ。で、原価がどれぐらいのものかって想像したらね、そんな安いものでね、いいものできるわけないじゃないですか。うん。私はね、宣伝されたものは買わない時代が来るじゃないかなと思うんです。だってそうです、ね、明白なのはそこに宣伝費が入ってるってことですから、うん、私はそう思うね。今これ、まあ、これで小葉ちゃんがね声かけてくれて、あ、もうちょっと株主を募集するのにね、皆さんに気がついてもらったらいいなってんで彼が今日は私を呼んでくれたと思うんだけど、来てくれたと思うんだけど、別に出演料払うわけでもないし、2人でなんか少しご飯食べただけであれしたんですから、その分は載せてませんから多分こういう番組を、まあ、スピリチュアル TV という番組なんですけど、まあ、精神的なこう、学びをこうちゃんと、ね、高めていって、そして、意識レベルを上げていこうっていうふうな思いの方たちが主には見ていらっしゃるので、多分、一般的にこうテレビでやってることを鵜呑みにするっていうふうな人たちではない、という、そうだと思いますね。僕、まあ、メプソの方からいろいろ話聞いてたんですけど、はい、なかなかこの、株主の価値が伝わらないとかっていうふうなことを聞いてたんですよ。はいはい、だ僕、自分の、例えばイベントだとか講演会だとかで、はい、この話をすると、はい、結構伝わるんですよね。あ、そうですか。伝わる感じがあるのですから。ああ、意識ある。そういう意識がね。曲がってくださるんやろね。そういう客層っていうか、そういう人たちを、はいはいはい、まあ、このスピーティービーを見てる人たちもそうなんですけど、はいはいはい、そういう人たちなんだろうなというのはちょっと思いましたね。なるほど。これが例えばね、日頃、まあ、もともとの友達なんかに話してもなかなか伝わらない感じなんですけど。はいはいはい、やっぱりこう常識と真実は違うとか、はいはいはい、それこそ多分資本主義の話でも、ある程度こう理解される方が多いんじゃないかなと思いますね。そういう方々が、まあ、これを聞いてくださるとすれば、私も、もうちょっとこのヌーティス学院のね、考え方というか、基本はね、実は意識の問題なんですね。で物質の空極が意識だっていう考え方なんです。ですから、我々は意識の世界に住んでいてね、常に常にこの意識の交換をしてると。無意識のうちにね。そういう考え方なんです。ですから、食べ物に関しても、作物の状態の時から自分がどれだけの意識でこれを作ったかってことがね、同じようなトマトに見えても、これ全然中身は違うんだって。で、それは、食べたものに強烈な影響を与えるんだ。いや、今日、強烈なものを与えてもらいました。今日ね、6時半ぐらいですね。あ、6時かな ?6 時ぐらいに、ここで賄いいただいたんですね。で、そのご飯の、こう、エネルギーたりはすごいものがありましたね。なんか、久しぶりに、すごいものを食べたなと思いましたね。ありがとうございます。
野菜のこう力というか、はい、まあ味付けもそうなんですけど、もう安心して僕が食べれる、まあ僕はあの肉魚食べないもんですから、はい、動物性のものは取らないようにしてるので、はい、もうそのものズバリがこうポンと出てくるなんてことは今までまずなかったので、はい、いや、ここに集まっている人たちは、こんなものをいつも食べるのかと思うと、すごいなと思いましたね。ありがとう。うん、はい、食だなと思うんですよね、はい、あの妻とも、こういう活動してて、はいはい、で、まあスピリチュアルなこと大事だなと思うんですけど、はい、ワクワクすることだとか、はいはい、だけど根幹僕たちの体っていうのはこう食べ物からできてるわけだから、はい、何を取るかとか、誰が作ったものを取るかだとか、はい、いうふうなことを大事にしたいなっていうことを日頃から思って、はい、まあ、それを伝えてもいるんですけど、はい、いやここで食べたものはちょっともうかなりびっくりな衝撃がありましたね。味噌汁の味噌とか、いや、うちが作ってるあの手作りの味噌よりも美味しいんじゃないかとか、なんかすごいなんか感じましたね。ちょっと最初のあの漬物口に入れた時ちょっとじわっときましたもん。なんかすごいと思って。あれはね、あの新しく入ったあのスタッフがね。あの畑やってみたいと、うん、だけどね時期が遅れたんです。あの大根の時期は大根巻きたいって言うんだけど、であれは在来種の大根なんで、ちょっと辛みも苦みも強いよね、でだけど時期が遅れたもんでなかなか発育はねできなくてね、で小さなこの大根になってで霜が降るようになってくるね、うん、であんまり寒くなるとも枯れちゃうから、じゃあもう抜いてと。だからどんな小さいんでもいいから大事に抜いてって言ってね。ずっと鼻水垂らしながら抜きましたよ。で、それをまあ塩につけていたんだけどね。だけど、こんな小さいね、あの、育ち損ないとみんな言うかもしれんけど、あなたこれ大事に大事にね、一回塩漬けしてごらんと言ってね。で、女の子ですけど、一本一本洗ってね。で、塩漬けしたんだよ。塩、美味しかったですね。塩水につけてね。本当に美味しくなったよね。で、最初はね、もう苦くて辛くて食べれなかったの。で葉っぱも、ね、全部塩漬けにしたんだよ。で、彼女は最初は失敗したと思ったかもしれんけど、非常に美味しくなってね。私はね、あれは本当にあの彼女の真心が作ったなと思うんですよね。うん、ですから、どんな野菜でもね、あの、どんなひねくれたような人参でもね、あの、育った後にでも、食材とした後でもね、あの、その子が真心込めればね、あれぐらいのものにはなるよね。うん。うん、ですから。すごいものだと思います、ね。ええ、ええ。小林さんも分かってくれて嬉しい。うん。まあだから、あの、我々は、これからは、私は科学がね、それを証明するじゃないかなと。まあこれ、多分これ見てらっしゃる方々は、そのことはもうすでに気づいてると思うけども、あの、我々は、当然この植物であれ、鉱物であれ、あの、いろんなものの意識の交換を行っているわけで、で、そういう世界に自分が住んでるんだっていうことを認識するのはね、科学的にそれが証明され始めているから、私は今までと大転換を起こるじゃないかなと、うん。うん。どんな気持ちでこの商品を作ったかってことがどれぐらい影響するかってことね、例えばはっきり分かるような時代が来たらね、うん、これは今までのこのシステムは持ちませんよ。うん、何にしたか、買うにしたってね。もう真実が見えちゃいますね。そう、うん。で、我々は、あの、よくあるじゃないですか。あの、作家が、自分が長年この愛用した万年筆だったの。万年筆が勝手に動いてくれると。で、何かそういうことが、どんなこの机一つでも、慈しんでこう使ってると、この机に座ると私はいい文章を書けるとかね。うん、あるじゃないの。これはやっぱり物質と意識との意識の交換を起こっていることの証明ですよ。ですから我々はそういう世界に生きてるんだっていう認識がね、その人の生活を変えちゃうんだよね。うん。うん、だからそういうことが、起こってくれるといいなと思うのと、まあ、ここがそういう場所になってね、いいなと、まあ、そう願うんですけどね。ここと言われてるこの長久手のこの場所なんですけども、長久手市の場所なんですけど、うんうん、
や僕はあの日頃あのバシャールというこうメッセージが好きで、その、はい、それを伝えている小林ってもんですから、そういうあだ名、小林ってあだ名がついて、はい、それで伝えている仕事をやってるんですね今。あ、なるほど。で、はい、あのやっぱこう、自分が作り出した世界 100% であると、うん、この世界自分が蒔いた種から育ったものだから、うん、その自分のこう思い込み一つで世界が変わっていくと、うん、自分がこういうふうにこう今この瞬間にいて幸せであれば幸せなものとつながっていくだろうしと、うん、いうふうなことを伝えていっているんですね、うん、だからこう、自分の、思い込んだものがちゃんとそういったものとアクセスして、うん、いくと、だから運のいい人は、運が良かったんじゃなくて単純にこう、うん、ああ幸せだなというふうに考えていたら幸せなものとこう当たりやすくなるわけですね、うんうんうん、まあ、それを引き寄せの法則だとかっていうふうに言う人もいるとは思うんですけども、うん、ただ自分が作った世界なんだなっていうふうに思うと、うん、まあ、要はいろんなシンクロニシティみたいなことがたくさん起きると、うんうん、いいなとは思ってるんですね、はいはいはい、でそれはあの、絵面語でも何でもなくて、うん、もうまさにこのミャクソンっていうこの、まあ、アショさんがこう発案されたこのシステムに集まってきてる人たちが作り出しているものが、うん、本当に鮮やかにそのシンクロなんですよね、きっと。うんうん、まあ、その、ご縁だとか、うん、このまず土地が見つかったとかっていうことも、うん、まさにご縁、もうすごいご縁ですね、きっと。はいはい、もう2000坪のこの土地をこうどんどん切り開いて、うん、どんどんこう楽園になっていってるその光景がですね、うん、多分その過程は、もうまさにこうシンクロの連続だと思うんですよね。はいはいはい、もう教授性というか、もう普通で考えたら、まあそんな出会いがあるのかみたいなことが多分、たくさん折り重なってこれが今あるんですけど、うん、きっとねあるんだと思うんですけど、うん、だから僕はこのミャクソンを、そのオリーブオイルがどうのこうのはもちろんね、うん、いいもんだから、そのミャクソンという、会社を応援するという上でぜひ購入していただきたいなっていうふうにはもちろん思うんですけど、うん、このミャクソンをもう知ってほしいんですね、はい、このこうやってこう世界が切り開かれていく、こう作られていく過程とか、うんうん、あとは、その、本当にこう、究極のビジネス形態だし、うん、もう、ある種のパーマカルチャー的な、ね、はい、その、はい、いろんな人が集まって、はい、もう自分たちで何か、やれることやって、はい、労働力を提供して、はい、ね、本当に、今までで言う、こう、お金、今までで言うお金の、ん、いらない世界っていうんですかね、はいはい、今までお金っていうものがこうあったものとはちょっと違って、うん、口で言うじゃないですか、うんうん、お金じゃないんだとかって言うけど、うんうんうん、そうじゃなくて本当にあ、ここはお金じゃないよねっていうのを、うん、こうまざまざと感じるんですよね、はい、ここにこの敷地に足を踏み入れると、はいはい、ここに足を踏み入れるまでは あれやなんかこれやなんかいろんなこと考えてるんですけど、はいはい、でも入った途端にもうなんか癒されるんですよ、うん、ありがとう、このなんかフラットな、ね、もうすでに形になりつつあるこの、はい、もうある種縄文的な社会みたいなものが、はい、もう美しくてしょうがなくて、はい、いや、このね、このなかなかこう言葉では伝えきれないものを、ぜひ皆さんも、この、まあ、ぜひ株主になっていただいて、それでね、オリーブオイルは、まあもちろん美味しいんですけども、このミャクソンと関わってほしいなと思って、うんうん、もうぜひここにもね、あの足を運ぶ人が増えたら、うん、また楽しいし、そうね、ね、まあ、ぜひ遊びに来てください。ただもう今あのお母さん方がね、はいはい、集まってるっていうこともある、その辺のこともぜひ。あ、そうだよね。ね、今結局ここはもともとここは車庫だったんだけど。あ、そうそう、ここ車庫だったんですよ。ね、この間もこの間も僕も来た時まだ車庫でしたけど、ね、数ヶ月ですね。そうやね、3ヶ月ぐらいで作った。これはね、あのうちのね、あの17歳の。うん、若い男の子なんで、はいはいはい、この子はほとんど作ったよね。おうん、この子はね、もう不登校なんだ。で、学校行くの嫌だって言うんで、私のところに高校も行かなくて、うん、来たんだけどね。で、1年間私を教えたんだね。で、これ、もうほとんど彼が手作りですよ。で、これぐらいのことはできるんだね。で、不登校の子はね、頭いい子多いんだ。で、今、もう一人来てるけど、やっぱりね、今の社会に意味を持てないんだよね。うん、学校のシステムにも自分は意味を感じられないね。意味を感じたら私は喜んでいくと思うんだって。うん。だからね、もう八方塞がりになっちゃって、それでもう自宅引きこもっちゃうと。うん、こうなるよね。
で、彼らはね、非常に頭良くて、意味を見出せば動くんだって。で、自分から自発的に好奇心持って動き出したね、これはね、早いんだ、覚えが。うん、ですからね、もうユンボも乗るしね。まあ、この中はね、別に免許証いらないから、もうダンプカーでも何でも乗るし。自分一人で何でもやっちゃうよ。大工さんもするしね。うん。ですから、まあ、ちょっと話それましたけど、まあ、そういう状態で。で、なぜ、あっちに母屋があるんだけど、40坪ほどの建物あるんだけど、そこは私たちのこの、野津学院の塾生の一人なんだけど、一条っていう、尼さんですね、仏教の尼さんがいて。で、彼女がね、去年の暮れあたりから、この、助産寺っていうものをやりたいと。で、彼も、この今の仏教界にも、幻滅してね。で、お寺っていうのはそもそもね、人にね、この生きるね、意味っていうか、それをはっきり持たせてくれる場所だと思って、言ったけど、全くね、宗教のドグマの中に生きてるだけでね、自分で考えることを、まあ一種の思考停止を要求されると。まあ、これじゃとてもね、生きてる、やってる意味はないと。で、まあ、農哲学院に学んできたわけですけど、彼女がこの、まあ、自分は助産寺ってものをやりたいと。助産寺ですね。お産を助けると。で、助産寺っていうと、ここで赤ん坊っていうふうに考える人もいるかもしれないけど、赤ん坊は、彼女は別に助産師でも何でもなくてね。赤ん坊は、もううちが信頼する、産院に連れてって、産気づいたらそこに連れてって、赤ちゃん産んだらまた引き取るというふうにしてるんですが、産前産後の3週間ずつ、つまり6週間ですね、は預かって、それで妊婦さんを預かって、で、妊婦さんと一緒に食事をして、生活をしてっていうことをやってるんです。で、それが、この生まれてくる赤ちゃんにとっても影響が大きいんですね。うん、で、今まで7件、今8件目かな、来てるんですね。で、みんなこの丈夫なね、非常に安定した赤ちゃんを産むんで、私もね、これにはちょっと驚いてるんだ。でね、何を一番重要視してるかというと、意識状態はね、非常に平穏な状態に置くってことなんです。まず一つはね。で、社会的なあれこれから隔離して、で、非常に安定した状態に置くと。それが食生活と毎日の生活。うん、それで、赤ちゃんを産んだ後は、赤ちゃんと母親との二人の時間をとっても大切にする。で、それで3週間を過ごすと、赤ちゃんが非常に安定するんだね。うん、で、赤ちゃんっていうのは、まあ彼女に言わせると、一種の超能力者やと。それで周りの意識を全部吸い込んじゃうと。で、なぜかというと、赤ん坊ってものは、人間の赤ん坊ってものは、動物と違って、生まれてすぐに押し込むといけない。水も飲めない。もう誰かに頼られるとすぐ死んじゃう状態ね。というか、必死で周りの情報を吸い取ろうとすると。で、その時に、一番必要なのは安心感。で、母親と一緒にいることにおいて非常に安心すると。で、母親の意識が乱れると、赤ちゃんも途端にそれ乱れると。ですから、いかに不安を持たせずに、この地上の、この空気中の生活に慣らさせるかっていうことが一番問題でね。高校と電気のついた下でね、寝かしたらダメ。うん。薄暗い、穏やかな部屋で、寝かせると。そういうことを心がけてるよね。でね、私はね、これはね、これほど効果を出すと思わなかった。うん、それとね、もう一つはね、これはね、料金を取っちゃダメだって言うんだって、彼女はね。で、それは、ね、料金無料で、これ何組もね、預かった、これ、脈損な何も儲かる商売じゃなしね、無理じゃないかって言ったら、いや、彼女は自分の収入だけでもやるから頼むと。とにかく、あそこの家だけ貸してくれと。で、始めたんですよ。で、なんとかやってくるんだよね、それがね。まあ、それは食べるだけですからね。うん、まあ、それと、出てくときには、やっぱり、尼さんだしね。まあ、彼たちも無料でね、それ、6週間もっていうことで、お布施してってくれるから、うん、やっていけるらしい。でもね、
ああ、なるほどなと思ったのは、もしそこでお金を取ったらね、一番理想的な状態は彼女に言わせると実家なんだって。昔の実家、大きな家があってね、おじいちゃんおばあちゃんがいて、で、そこに里帰りして何の遠慮もなくね、静かに暮らすの。で、それだが、お母さんも安心ですよめ。あ、そうね。で、そういう状態が今もう核家族化になっちゃって、それともう一つはもう社会が忙しくてね、おじいちゃんおばあちゃんも仕事せなあかん。若夫婦も仕事せなあかん。そんな中で慌ただしく子供を産んでね、で、都会のアパートの一室にいると、これもうとてもじゃないけどね、そういう環境じゃないと。空気は悪いそうしそですね。う、そうそう。だから、うちに来てね、実家にいる以上のね、安心感を与えるっていうのが一番のポイントでね、そこにお金が発生したらこれやっていけないと。だから、応接を玄関に置いといてね、で、そこに帰るときに、もう私にいくら応接したとかね、しなかったとか言わないでと。それ考えたくないんだと。で、彼女が言うのは、何もね、私はお金を必要としないとかね、お金のことを考えたくないとか、そんな綺麗事じゃないんだと。実際問題として、実家にいるっていう心を持つためには、お金を介在させないでね。こっちは喜んで面倒見る。あっちも喜んで面倒見てもらう、甘えると。そういう状態じゃなかったらダメだって言うんだって。で、確かにそうなんだわ。で、そうするとね、うちで赤ん坊産んだ子がね、もうしょっちゅう来るんだって。里帰りみたいにして来るんだよ。そして赤ちゃんもすくすく育ってる姿見るとね、ああ、やっぱり、どうかな、これはオリーブオイルよりもこっちの方が大事かなっていうくらい。まあ、だけど、それでやっていけないから、オリーブもやってますけど、まあ、そう思うんだって。ですから、これはね、よっぽどみんなね、それで、殺到してきてね、今、あれもこれもって言うんですけど、そんな何組も受け入れられないからね、せいぜいうちの、部屋数だったら3組、せいぜい3組まで、ね、引き受けて、まあ、今やってるんですけど、だから、今のスタッフ2人、まあ、1と3人でやってるんですけど、みんな無給ですよ。無給だってことも忘れてやってるよね。喜んで、まあ、やってるっていうかね。単純にこう、脳鉄の人たちっていうふうにくくっていいのかわかんないですけど、こう、僕がこう、脳鉄の話を聞いたときに、この人たちは志を食べて生きていけるんだなっていう、なんかそんなことを、感じたんですけど、無給なんですね。無機ですね。いや、本当でも、やってることがね、本当に、素晴らしい社会貢献だなっていうのが、もう、でね、私は彼、もしね、自分がいいことをしてるとね、自分がいいことをしてるっていう意識を持ったら、もう、全く意味ないよっていうことを言ってるんですね。自分が何かいいことをしてるっていうね、これはね、本当に勘違いするんだけど、これはいいことしてることでも何でもなしにね、自分のためですよ。本当に自分のためなんだって。これは、もともと人間っていうのはね、他者を助けることが一番の喜びだよ、実はね。ただ、そういう内面は必ず人である以上持ってるんだって。もう本当にね、まあ、私もこれ坊主ですから、いろんな知り合いいるんだけど、まあ、とてもとてもこれは、極悪人でね、この名古屋にはこの有名な暴力団あるけど、ここでももうね、特にこの、立ちの悪いね、暴力団、ヤクザもんでね。で、彼にね、まあ、もう何もこれ、警察はこれ挙げてないけど、殺してやろうっていう男なんだけど、彼にあなたこれ何がね、目的でこれやってんのと聞いたらね、いや、金やと。いくら欲しいんやと。10億欲しいって言うんだよ。もう50近いんだよ。10億欲しいって言うんだよ。で、あなたはね、50になってね、10億持って何に使うのって言ったら、いや、全部は使わんと。で、1億や2億やったらね、個人に寄付するって、こう言うんだって。人殺しの男もそう言うんだよ。いや、10億入ったら寄付しないよ。だけど、もし入ったらってそう思うんだって。ですから、どんな人間だってね、で、なぜ寄付するのって言ったら、いや、俺も個人でやからとか言うんだね。ですから、どっかで人を助けたいっていうのに、で、助けることが一番の理想やってことは分かってるんだって。ただ、自分を守らなあかんから、自分の金だけは大事にとって、ね。で、余った分なら寄付してもいいよと。これはね、
私はね、これを言ったら怒る人たくさんいるかもしれんけど、何か災害があった時ボランティアっていう人はほとんどこれと私はレベル一緒と。全部捨てられないよね、人のために。うん、だけどね、人間の本性としてはね、他者を助けた時に一番の喜びはあるんだよ。ですから、いいことするんじゃなくて、自分はこの喜びをいただいてるって気持ちでやったらね、これは本当のボランティアや、うんうん。だけど、どっかで自分がいいことやってるってなったら、このあなた全然得にはならないよと、得済みにならないよってことをね、常に常に私言ってるんです。自分が喜べないとね。そう。だから喜びなんだ。やってるってことが。そう。うん。喜びなんだって。ですね。うん。うん。いや、でもここの食事になるわけじゃないですか。はい、もう今日食べさせていただいた、まかないもすごい、結構強烈な、僕にとってはすごいものだったんですけど、この食事に、そのお母さん方、はい、その産前、産後のね、はい、お母さん方が、あの食生活になるわけですよね。はい、その、どうですか、その、ああ、お母さん方は喜んでくれるね。その、はい、性格だとか、こう、体調だとかっていうのは、変化は。そうよね、今までで、あのご飯が美味しくなって、食べられないっていう人はいなかったね。うんうんうん、あれはね、感染犯っていうのはね、これは私のね、もう亡くなったんですけど、先生に教えられたもので、11種類ほどのこの雑穀と海藻と、まあ、入ってるんですけど、私が教えられたのは、この作物っていうものは全て、作物、まあ、生命体っていうものは全て毒を持ってると。それは外敵を守るために、自分を守るために毒を持ってるもんでね。で、その毒と毒を消し合う組み合わせが料理なんだと。うん、ですから、で、その毒と毒を消し合わせた、つまり調和された状態の時に一番美味しく感じると。それが本来の人間の味覚で。うん、ですから、正常な味覚を持っていれば、自分にとって一番必要なものを一番美味しく感じるっていうふうになってるんだと。で、人間だけがこれ料理するやね。うん、動物はしないでしょ。で、動物の食生活見てると、ほとんど1種類か2種類のものしか食べないよね。で、それ食べるものには必ず毒があるんだけど、その毒を中和する酵素を持ってるんだよね、動物は。うん、だから食中毒を起こさないよね。だから牛は草ばっかり食べてても、なんともない。人間があれやったり、すぐお腹壊すよね。で、人間は、その代わり料理するという味覚をいただいて、それで、毒と毒を消し合う組み合わせを考えて、味で見て、それで一緒に食べるんですよ。うん、それが料理なんだよね、人間の。うん、だから人間が料理する理由っていうのは自分の健康のためなんですよ。健康維持の。というか、まあ、生きる知恵だね。うん、だそもそも偏ったものを食べちゃダメってことですね。そういうことですね。うん、で、それを頭で考えるんじゃなくて、味覚でそれがわかるんだね。うん、ところが、この、調味料を使い出したのと、あまりにもいろんなものを食べ出して、味覚が狂っちゃったら、もう分かんないんだって。うん、そうそう。うん。なるほど。化学調味料。そうそうそう。甘味料ですね。そうそうそう。そうすると、刺激の強いとこ、強いとこに流れていくんだね。うん。うん、そうすると、いや、これはすね肉のスープがいいとか、いや、なんだかんだってことになるわけですよ。で、いろんなものを組み合わせて、これが美味しいと。グルメだと。もう、これはもう、本来の味覚から離れちゃったよな、これがね。うん。で、そのことをね、気づいてる料理研究家には私まだ会ったことないな。うん、でもね、説明すればわかるでしょ？料理が何かってことはね。ですから、一番端的に言われるのは、例えば、白いご飯ですね。白いご飯でこうおにぎり作ると。これこのまま食べてごらん。噛んでる間にもう甘くて、美味しくないよね。どんなお腹空いててもこれは美味しくないんだって。ところがここにちょっと塩をかけるとね、美味しい、いただけるよね。で、これは塩ってものが白米の毒を消した状態やな。うん。調和されたんだ。それ非常に美味しく感じるんだって。うん。その塩加減も多すぎず少なすぎず、ね。そうそう、多すぎず少なすぎず。それが本当に調和やね。で、それが最もこの白米の毒を消した状態やね。うん。だから、これにね、どんと塩かけて食べたら、これはまずいやね。そうでしょ。これ、塩の毒の方が勝っちゃったことですよね。ですから、それが料理の基本だな。うん。
で、関西飯というのは、もうある意味本当に塩ちょっとかけて、漬物だけでも美味しくいただけると。うん。まあそういうもんなんですね。うん。いや、関西国ですか？はい、関西国。関西国で。あの、あれは、ミヤクソンの商品ですか？そうですね。あの、ミヤクソンというか、この、農鉄学院が作ったものですね。農鉄学院の、はいはい、まあ、レシピというかね。そうですね。ただ、今ね、あれをね、全部取り寄せてやると非常に高いものになってね。うん、で、今いろいろ工夫するんですけど、関税もかかるしね。なんで、もっといい方法ないかなって言って、今模索中なんですよ。うん。で、もっと大量に入れて、あの、そんなに広まってないから、いただき前のレストランで使うぐらいですから、うん、あの広まってないから、何かこれも考えたいなと思うんですけどね。一般的にも、家計に響かない状況でね、誰もが食べれるようにしたらいいなと思ってるんですけどね。ただ以前、あの、僕、行ったことあるのは、北海道と、あとは、愛知県立芸術大学のところですね。うんうん、今、どこにありますか？今、この札幌。札幌と、で、今、東京に一つあるんですけど、東京はね、今、場所代わりする、うん、住んで、むしろね、あの、ロンドンの方が、あの、人が来ますよね。すごい、もう予約が取れないとかって。そうですね。ロンドンは本当に来るようになったね。うん。いただきたい。あっちはビーガン多いしね。そうですね。うん。ちょっと、あの、うん、あっちはオーガニックとビーガンのレストラン多いんだけど、美味しくないんだ。うん。ですから、あれぐらいの料理出せば、それは人が来るよね。うん。うん、いや、今日本当に美味しかったですね。いやいや、ありがとうございます。こ、う、か、ん、ちゃんそう言ってくれると、あの、まかないの子たちも喜ぶよ。いや、うんうん、私は、こかちゃんとも以前から知り合ったは知り合ったんだけど、なかなかこんな風にして、あの、意識のレベルまで、あの、話をね、お互いにすることも時間もないし、うん、機会もなかったんだけど、あの、あなたが今言われたように、この、自分の意識でね、あの、自分の見た世界が変わるよと。で、これはね、みんなよく言われることなんだけど、なかなか伝わんないやね。うん、そのことがね、うん。っていうのは自分で経験しないからね。で、これもね、私はね、かなり食べ物が影響してると思うんだって。うん。うん、っていうのは、あのね、私の年代から見ると、30年ぐらい前から、あのね、ほとんどの人がね、損得で物を考えるようになったんだって。で、それまでは、それが恥ずかしいことやっていうふうに考える、まだ、あの、なんていうかな、そういう考え方がほとんどだったんだね。30年ぐらい前から、政治家にしても、それから経済界にしてもね、あの、あらゆる階層で、それがこの、何かね、音立てて崩れていくようにして崩れてきたんだって。で、これがね、食べるものと非常に影響してるんだって。うん、食べ物が変わったんだよ。30年ぐらい前。30年ぐらい前に。つまり、工業的に作られるようになったんだって、うん、食品が。これは30年前の出来事なんだよ、実はね。うん。あの、何でも、機械が作るようになったんだって。うん。今、寿司でも機械が作るでしょ？そうですね。ね。で、ベルトコンベアでこう流れてくるでしょ。おかしな光景ですよね。よくよく考えると。そうでしょう。で、人間がね、あんまり触んなくなったんだって。うん、で、ご飯もね、あの、炊飯、炊飯をね、ご飯をご飯だけで炊いてるんだよね、あれ。だから、組み合わせないんだって。ご飯はご飯だけを機械が炊くと。ね。ですから、じゃあお弁当屋さんはお弁当作ってるかっていうと、米は米、もう炊いたご飯が来るわけだよね。うん、それでご飯にすると。もう自分のところで炊かないっていうね、そういうなんていうかな、この分業されてね、まるで自動車を作るみたいにして、ヘッドライトやヘッドライトみたいなね、に、ふうにして、これ料理が出来上がるんだね。うん。そうすると、これはもう、そうでしょ、毒と毒を消し合わせる毒の差別じゃないよね。うん、毒と毒が重なったりもするでしょ、そうなってきたら。だって味覚で決めないんだから。
まあそこにさらに保存料ときますからね。そうでしょ、うん、うん、で塩なんかでもこれはその人その人によって塩は何グラムの米に対して塩は何グラムってそれはやらないやね、うん、でこれが料理人だよね、まあ、言うたらそれちょっと味見て調和されてるかどうかですね。それを味見てこう料理作るわけでしょ。でその時に食べる人のこう気持ちを考えてね、あこのお客さんにこの料理を出すんやなと考えて板前は作るじゃないですか。ほんで美味しいもん出したいなと、お母さんが子供に作るような気持ちでやればそれを美味しく出来上がると、うん、でそれがもうなくなっちゃってね、そこは全部機械がやると、それが30年前の出来事なんですよ。機械がやったものを電子レンジで温めればいいですね。ね。でそういう食事をねみんながするようになった時はね本当に変わったんだって、うん、うん、そうするとねもう恥という概念がないんだね。うん、あの小林さんなんかこんな社会のニュースに興味あるかどうか知らないけど、今日もちょっと覗いたらこの大蔵、まあ、今財務省かね、財務省があの公文書を書き換えちゃったと、うん、で、まあ、総理大臣の気に入るようにね書き換えたと。このことしたらもう民主主義も何も頭じゃないんでね、うん、だけどそれをねずっとねここ1年ほど隠してきてね、そうだろうそうだろうって言いながらそんなもんじゃないそんなもんじゃないって言うけど、これ昔の公務員や政治家はこういうことし、それはもちろん政治家はこの腹の黒い人たくさんいたよ。だけどその中にはやっぱり一つの民主国家に責任を持ってるっていう矜持っていうかな、うん、政治家としてまたは高級役人としてやっちゃいけないこととあってですよ、うん、その一線を越えた場合は黙って引いたやな、うん、やめたでしょ、うん、それをね今の総理大臣がそういうことをね言われてもねもう開き直ってやめないというね、この上から下までね、これはねあの、うん、それで一番しわ寄せきた、ね、職員が自殺してもね知らん顔してるってね、あそうですね、こういうねこんなことはね今まではかって起きなかったしね、うん、こういうことは、ね、国民も許さなかったよね。でほとんどがそれはいやもう政治のことは関心ないと、うん、そうですね、もうそうやって、うん、もう置いちゃいますよね、置いちゃうよね、うん、だけど私はねそれはちょっとおかしいと思うんだよね、うん、でそういうことを許す許さんじゃなくて我々の中にねそういうものを救ったじゃないかと、我々の意識状態がちょっとおかしいじゃないかと、まずそれに気づくことやね、うん、でそうしないとこれはね子供に残していけないよね、こういう社会を、うん、うんうん、私はね今の年代のねあの私の年代ですね、私の年代が最も高度成長の中でねあのこういう社会を作り上げてきた人間やね。でそれが今退職してね、それで今退職金ももらえるでしょ、年金ももらえる、うん、最もいい時を損したんだね、うん、だけど空気と水を汚してねこれを孫に残していけるんかっていうことをね考えるとね、やっぱり多少の自責の念を感じるのは当たり前じゃないかと思うんだよね。いや僕も当たり前だと思うんですけど、うん、でもやっぱそこまでの想像力がもう持っていない感じがしますよね。そう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 。なんでね、子供孫の世代のことをみんな考えないのかなって思うときありますね。うんうんうん。そのだけ想像力っていうものがこうかき消されてしまうようなそういう力もね、塞がれてしまったような、まあ、そういう社会構造なんですかね。これはね、私は食べ物が、うん、このまあ脳に影響してるっていうかな。うんうん、そういうことを感じるんです。うん、油は悪いですね。油も悪いですね。ショートニング、マーガリンとか、うん、まあそのね、うんうん、あの薬品で絞った油もですけど。でも最近ではもうはっきりと脳に影響出てるっていうことはね、うん、言ってるんだよ。で言ってるんだけど、そこはまだはっきり理解しない。うんうん、まあまだスーパーで売ってるしみたいなね、CM やってるしっていうことを優先してしまうんですね。そうなんですね。うんこれにね早く気がついてほしいよね、うんうんうん、だいぶあの油のことで言うと、うん、マーガリン食べないって人増えましたよね。あ、もう昔に比べたらだいぶ増えたと思いますね、うんうん、マーガリンはもうパンに塗ってませんとか、うんうんうん、でもショートニングの入ったもの食べてますけど、うんうんうん、大概、うんうん、
いや、食の話になりましたね。食の話になっちゃいましたね。これがね、結構コメントなんかいただいてたりするんですよ。あ、そうなの？コメントをちょっと見ましょうか。便利なもんよね。はい。この一人で写して一人で送れるんだね。そうですね。あ、でも、はい、コメントをいただいておりました。今日はあんまり読まなくても良さそうだな感じがしました。オリーブオイル良さそうですね。これはあれなの？私のパソコンでも見れるの？あとで、これは YouTube 上に上がるので、見れますね。あ、そうですか、そうです。今日の、これが悟っていいかもが今日のキャッチフレーズなの？あ、そうです。そうです。今映ってるものはこの状態なんですけど、悟っていいかもって、まあ、そんな深い意味はないんですけど、まあ一応スピ系の番組なので、なんとなくこんなタイトルをつけて、はい。ゲストと一緒に、ゲストの方と一緒に喋れたらいいなと思って。この、まあ、悟るっていう言葉が、まあ、いろんなまた観念を生んでしまうからあれなんだけど、小葉ちゃんはこの悟りっていう言葉に対してどんな状況をこの思われるか。そうですね、僕は悟るのは基本無理だと思っています。悟りに近づくことはありだろうなと思うので、まあ、そのみんな家庭にあるだろうなというふうに考えていて、悟ったというふうに言ってしまうのはちょっと注意が必要だなということは、その悟りという言葉に対して、まあ、日頃よく考えていることなんですけど、悟ったって言ってしまうと伸びしろがなくなってしまうなという気がしますね。でもまだ結局ね、その僕ら人間もそうだし、まあ、僕の場合宇宙人っていう話もしだすんですけど、彼らもそうですけど、悟ったとは言わないですよね。もうあくまでその自分たちのいる次元において、そのより魂、その意識レベルを向上させていこうということで、目の前のことをちゃんと向き合っていくっていうことが、まあ、そのプロセスが大事だなと思うので、だからまあそうですね、まあ、目の前のことから目を背けずにちゃんとこう向き合って、ね、その対処していく、対応していくっていうことが、まあ、そのプロセスが大事だろうなとは思いますね。その過程で、まあ、一般的なそういったことに興味のない人からすると、あ、この人は悟ったような雰囲気だなっていうふうな見え方がする時あるだろうなと思いますね。あまり悟りということにこだわりがあるわけじゃないですね。なるべくこうフラットに、穏やかにこの世界を想像していけたらいいなというふうに考えています。なるほど。私はある方との出会いで、自分がね、こう、まあ、思い知ったというかね、自分がね、自分はここ、この物質的なこの時間と空間の中にね、どっから来たかもわからんしね、で、まあ、これから先どこ行くかもわからんし、もっと正確に言えば、今自分がね、何の意味があって存在してるかも分かんないと。そういうことをね、本当に自分で痛く感じたことがあってね。で、その時に自分が本当に狭いこの観念の殻に閉じこもってね。で、自分一人だけの見方でね、目で世界を見てるんじゃないかと。そういうふうに感じたことがあったんですね。で、そういうふうに、ものを見るっていうか、自分は全く目が見えない状態だと言ったときに、まで行くと、多少素直になってね。で、自分がこの、狭い自分の、知識と経験ね。で、我々は知識と経験でしかものを見れないよね。で、この時間と空間の中では、自分の目って言いますか、感覚っていうのは知識と経験だよね。で、それを通して物を見てると。だけど、
私の知識と経験というのは私独自のもんでね、小葉ちゃんの知識と私の知識と全然違うよね、経験も違うし、うん、でむしろ経験といっても経験なんかは本当に限られた狭いもんで、ほとんどは知識ですよ。知識というのは人の経験を聞いたり読んだりしたっていうことでしょ、うんうんうん、ですから何も中身ないんだって、実はね。で、私は私で見ている世界しかないわけやね。私の知識と経験だから。で、それぞれがね、違うものを見てるんだろうと思うんだって。うんうんうん、ね。で、それを思うと非常に孤独になるんだけど。で、私はね、そのことからね、こういう状況をね、考えるようになったんやね。で、それはね、無限空間の中にこの、ガラス玉がこうずーっと点々と浮かんでいてね、それでそのガラス玉はその一点から動かない、動けない。で、我々はそのガラス玉の中に入ってるんだね、うん、で、これがここの知識と経験や。で、このガラス玉をなんかずっと閉じこもって外を見てるわけですね。で、ここにね、この巨大な円錐体やな、サンタクロースの帽子みたいなね、もんがボーンと出現するとですね、この円錐体の真上にいる人は、この円錐体見たら円にしか見ないわ、見えないよね。横にいる人は三角にしか見えない。斜めにいる人はこれ涙型にしか見えない。で、これはね、この人たちは動いたことないから、物を輪郭でしか見たことないんだね、生まれてこの方。つまり二次元世界に住んでるよね。そうすると、真上にいる人にとってこれ円錐体は円なんですよ、あくまでも。で、この人にいくら立体を説明しても二次元世界にいるから分かんないんだって。ね。じゃあこの立方体のこの円錐体をですね、認識しできる人はこのガラス玉を破って飛び出た人やね。で、この人はこの。違う、違うことを知りますね。そうでしょ。三次元世界を知るやね。自由に飛び回って。だけど、この三次元世界に目覚めた人は二次元世界に閉じこもっている人に説明のしようがないでしょ、うん、出るしかないですもんね。そうでしょ。ですから、これは言葉で説明できないんだって。うん、もう説明すればするほどわけわからなくなるよね。あなた上にいるから丸だと、横にいるから三角だと。遠い人は小さいけど、近い人は大きいって、そのこと言ったって、動いたことのない人には、あ、こいつ何言ってんだっていうことになるでしょ。で、もしそれに耳傾けたとしたら混乱するやね。うん、ですから私は、まあ、交換言われるようなイエスや釈迦がね、残した言葉っていうのは信用してないんです。私は彼らが言わなかったと思うんだって。喋るはずがないよね。だって喋れば混乱するから。無用な混乱を与える。ですから、釈迦はほとんど死後の世界のことは話してないね。全く話してないよね、彼は。うん、私は混乱することを分かってたと思うんだって。ですからね、あんなね、あの膨大なね、2万4千なんてね、お経をね、残すはずがないよね。あれは私はね、その域まで達しなかった弟子の書いたもんだと私は思ってる。うん、これ言うと仏教界の人から反発食うけど、私はそう思うんだって。で、彼らがもしね、その世界を見たんならね、私は、ガラスの玉を破って飛び出せってことを言ったと思うんだって。うん、だけど、飛び立った世界を言葉では説明するはずがないと思う。うん、で、私は、LSD ね。外国に行くと結構やってるよね。LSD っていう麻薬ね、うんうん。で、あれをやった連中の中に、自分は体験したという子が結構多いんだよね。で、その子たちの話を聞いてみると、自分と盾が繋がった感じがするんだよね。自分の盾他のもの。ああ、他の。うん。他のものとね、繋がった。またこの人体を見たときにも、それは、一つ一つの点でそれが出来上がってるっていうふうに見えるとかね。で、彼らの話を総合すると、自分と他とが原子交換を行って、全体が繋がってるっていう、至福のを感じるんだね、それ、うん。ところがね、薬物で困るのは、その薬物が切れた状態で現実に戻ると、あまりにもこの、自分が見た世界との帰りが激しくてね、うん、これに耐えられないんだって。それでまた薬物に走るって、こういう状況が起きるよね。で、信仰主義の中に結構、麻薬を使うのが多いんだね。うん。うん、それはなぜかというと、簡単なんだって。
その世界に行くのは。で、訓練を必要としないよね。滝に打たれたりね、ある程度断食ずっと続けたりするでしょ。で、これがないよね。なくても簡単にそこ行けるからね。で、これでは無理なんだ。で、最も近い方法は私は労働だと思うんだ。で、それの労働の一番いいのは公的な労働するんだな。うん、つまり、単に自分を捧げるような労働を淡々と続けたときにその来る瞬間が多いんだって。うん。でね、それは、ある種のインスピレーションが来るやな、それで。うん。っていうのは、一回この殻を破って、飛び出さないまでもね、その自分の知識と経験に頼らない瞬間の方が物がよく見えるんだ。これは確かよ、うん。ですから私は多分この視聴者の方もこの中にもそれに近い経験された方は結構いるじゃないかなと思うんです。うん、ただ危険なのはそれがこの時間と空間に戻った時にそれに耐えられないんだよね。うん、そうするとどっかでごまかしに出ちゃうんだって。うんうん、その話を続けようとすると、どこでごまかさなあかん。だって、それは絶対一致しないから。うん、今、例え話で言ったら二次元世界と三次元世界の違いがあるからね。あ、そこはもう、これ繋がらんやね、話が。うん、だから、私は、四元者とか、いろんな方いるよね。私はそれは否定しないんだって。そういう世界があることは事実よね。うん、だけど、それをね、言葉で説明すると混乱をきたすよね。うん。まあ、終わらない禅問答みたいになってしまってもね。そうなんです。うん。うん、で禅問答は、あれは知識と経験を捨てさせるための試みやね。うん。も、う、の、ん、を理屈で考えたんでは、あれは問答できないよね。うん。で、私はね、禅についてはね、私はあれは仏教じゃないかと思うんだよね。うん。釈迦の教えじゃないと私は思うな。あれ、いつの間にか仏教に組み入れてるけど、うん。ですからね、あれはね、禅について言えば、六祖だかな。一代目二代、ダルマ大使からね。で、六代まではね、その系統が続いたんだよね。そこで消えちゃったね。うん、それはなぜかというと、自分の死を語らないんだって。禅の特徴は自分の死を語らないよね。うん、ですから、例えば、臨済で言えばね、自分の死のことはあだこだ言わないんだって。なぜかというと、自分がその域に達したらもう死のことは忘れちゃうんだって。で、死を敬うってこともないし、死を語るってこともないんだ。だって自分の世界がもう作っちゃうから。うん。だから、自分が死を超えた時にはもう死はいないんだって。うん。ですから、五代目が、六代目が五代目、五代目が四代目を語ることがないよね。禅においてはね。で、あれは仏教とは違うでしょ？そうです、ね。仏教は死を奉るじゃないの。ああいうことは起きないんだって。うん。だから、釈迦を敬ってくれなんて言うはずがないよね、釈迦が。うん、なんか釈迦が言ったのは必ず自分の世界に来いとは言ったでしょうね。ガラス玉を破って、うん、まず三次元世界から飛び出ろと、四次元世界に、まあ四次元という言葉がどうかわかんないけど、うん、幻想の世界から飛び出せってことは言ったと思うんだよね。だけど、私を敬えとかね、そんなことはまず言うはずもないし、で、弟子の方もそれを見上げたら、死を、まあ、敬わないっていうんではないけど、死を忘れると思うんだね。うん、死がいなくなるんだって。うん、それが、まあ、つまり、これはね、私、あ、時間までいいんですか？お、結構、いい時間になってまいりました。まあ、そういうことは思うようになったね。うんうんうん、その師匠というのは、あ、もう亡くなられたんです。何歳です？9月9日に。そうなんですか？ええ、いや、知らなかったです。ええ、
なぜ早く行かれたかなっていうこともね、私の大きな課題の一つなんだけどね。いや、知らなかったですね。これ以上喋る必要ないっていうのが彼の言い分だったと思う。うん。いや、去年の9月ですか？はい、9月9日に。一切、葬儀もするな、見送りもするなっていうのが言い分だったんで。そうですか。まあ、どうかな、言葉で語る、時は過ぎたっていうことだろうなと思ってるんですけど、まあ死んでも生きてでも、なんかあんまりどちらでも違和感はない方ですね。そうですね、やることは同じみたいな感じがしますね。私も本当に彼に会わなかったら自分はもっと早く行ってたと思う、行ってたと思うし、まあおそらく自分の生きてる意味もはっきりつかめずにね、この世が終わったんだろうなということでは本当に感謝してますけどね。いや、そうですか。まあなんか死を語らないと言いながら死の話になっちゃってましたけど、はい、10時近くなってまいりました。はい、ありがとうございます。コメントもありがとうございます。ちょっとね、今日、全部読み上げることができないまま終わってしまいそうなんですけども。はい。そうだな。まとめましょう。まあ、まとめなくていいですね。最初ね、オリーブオイルの話がたくさんこう出たときですね、今日なんでオリーブオイルの話なのかっていうふうなコメントもちょっとありましたけども、こう思いを持って、ね、こう事業があって、で、それで社会に対してこう、変化をもたらしていけるんだっていう、まあ、なんか志みたいなものが、あるじゃないですか。で、そこにこう集ってる人たち、まあ、僕もこうやって、ね、来ると、いろんな人たちとか合わすので、まあ、一般的な、こう、ね、経済活動の中にある、こう、会社があって、で、会社員の人たちが集まってやっている、そういった事業と違って、ここは本当にみんな幸せそうなんですよ。で、多分、まあ、僕は内情そんな詳しくは知らないんですけど、じゃあ普通の会社員の人たちのように、きっとしたお給料と、ボーナスをもらっているとは、まあ、思えないですね。みんなで金出し合ってやってるんですよ。まあ、ほとんどね、1万人集まったといってもね、ほとんどまだ、手弁当で、なんとかこう、ギリギリ回してらっしゃるんじゃないかなって思うと、まだね、こう、いろんなことにもお金がかかるし、ね、でも、ここが本当なんかね、次の、まあ、社会のあり方みたいなものの、モデルになるなって思うんですよね。今縄文の文化だとかが見直されているということも、まあ、このスピリチュアルな人たちの中でもあるし、そういった縄文の、まあ、いきなりね縄文の社会には戻らなくても、次なるこう形を変えた縄文スタイル的なね、社会って、まあ、こんな形なのかなってちょっと思いますね。本当ね、みんなでこう力を合わせていろんなものがこう出来上がっていって、ね、いろんな人たちが集まって、で、そこになんか思いが乗って、まあ、美味しいものを食べさせていただいたし、こういった場が、こう、社会、ね、いろんなところに増えていったら、本当こういう世の中、面白いなと思って、で、ここ本当に実があるなと思ったんですよ。で、僕ら、ね、まあ、僕も含めてですけど、こう、口から手任せいろんなことペラ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 喋っては、まあ、それをなりわいにしてる節あるんですけども、
でもここは本当にみんなで手を動かしてリアルにこう、ものが出来上がっていくじゃないですか。まあ、こういうふうなこと、まあ敬語というなら手を動かそうみたいなね、愛だなんだって言うならまずね、目の前の人の肩を揉もうみたいな、なんかそんな人たちがたくさん集まって、もうリアルな世界がどんどんこう形になっていっているので、もう皆さんもぜひですね、このミャクソン、まあ、オリーブオイルをこう買っていただければですね、また応援にもなりますし、一緒にこういったところを、こういった世界をですね、作っていくために、まあ、一つのモデルにしていっていただけたらなと思って、今日は、ここ、長久手市のですね、ミャクソンで、このスピリチュアル TV をお届けしました。はい。はい、はい、どうもありがとうございました。今日はありがとうございました、アチョさん。わぁ。いやはい。じゃあ、いつもなんか告知なんかしてるんですけど、まあ、いいか。僕もなんとなくこう、こんな活動しますので、よかったらリンク見てください。はい。では、ありがとうございました。あ、いいの？はい。はい、どうもありがとうございました。はい。あと、リンクは、詳細のところに、貼っておくので、そこから、会員登録をし、まあ、メールアドレスだとかそういったものを登録していただければ、いろんな形ですね。まあ、株券と化粧品とか、あとは、たっぷり最初から買うコースとかですね、いうふうな、注文ができますので、そちらもですね。ネットで、このレーナーリット、レーナーリですぐ出てくると思うんですけど、これかな、レーナーリって書いてあるんですね。はい、今、ここに。ああ、すごい出てくると思うんですけど、はい、同じね、はい。これでいっぺん見てください。はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。